ちらやーさんやから。ええー、よええー、よ。うちはまた今度ごちそうしてもらう。そうか。今日はしわだけでうまいだけ。どうだっか。わしせっかく足あるこのに、なんであんなやつらの相手せないかんのやろ。おっちゃん、あいつらこの店よく来るんか。入り浸りや。おかげで片木の客は全然寄りついてくれない。わし、今喧嘩の強い店員募集しとるんや。用心棒中途なんやけど、ヤクザ追っ払ってくれるような喧嘩の強い人間おらんかいな。趣味ね。そう、趣味。趣味なんよ、お父さん。はよ行こう。僕、やっちゃおう。男よ。あら、あれ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 、どうしたよ、兄貴。おっさん、さっきのお好み焼き、腐っとったやないけ。アホ言うなよ。お前、うまい、うまい、言うとったやないか。ほんなら、なんでお前の腹が痛むんじゃ。わし知らんやん。知らん。おっさん、舐めとんのか。さあ、この店潰したら。あり。何意気がってんねん、チンペラ。あ、てっちゃん。てっちゃんやと。友達みたいに呼ぶな。いや。おっちゃん、ちょっとやりすぎて違う。ちょっとな。さあ、そろそろ仕事始めるかな。仕事って、鉄何始める気や。決まってねえねえけ。わしは今からヤクザ殴るんや。なんて卑怯なこと言うんや。やだ、気絶してるやないか。もう来るんやないで。えらい目に遭わされるぞ。すまん。あんさん、命の恩人だす。兄貴、腹大丈夫ですか？なんか変な匂いしますね。わし、気に入ったみたい。やっぱりあのお好み焼き。そやったな。コロナはご飯から来るって知恵が見つけてきたんやて。おい、ケミ、鉄道のおっちゃん知ってるねん。結構ええやつよ。そやけどお父さん、その人とうまいこと言ってんねやろか。結構気が合うてるみたい。そう、分かった。そやけど私、お父さんがお好み焼き焼いてるとこ想像できへん。用心棒みたいなもんやけど。こんにちは。この前はどうもお世話になりました。何や、おっちゃんだ。たまには働いてるねんな。わしの縁日は稼ぎ時やねん。本音だって言っていかない。わしおごる。なんやアホ。なんで教えたら怒れるんじゃないんだ。あの人たち知ってんの。うん、鉄にやられたとこ助けたったんや。後で来るわ。まだ見たいとこあるから。そうか。わしはお前にはビリやるからな。絶対寄ってや。な。あ。ドッジボールみたいな特製のやつ作っとくからな。恥かいたやないかい。鉄と月を取ったらああいう友達が増えるんや。Yeah! Oh, God!
どうもすいません。大丈夫ですか？ちょっとへこんでるけど大丈夫みたい。壊れてなかったらええわ。それよりお前、今日はええベビ来とるな。かっこいいやろ？お母さんに作ってもらったんや。え？申し遅れました。知恵の母親でございます。ほんまかいね、知恵ちゃん。つまり、その、鉄の。